ワインって結局はすごい歴史の長い飲み物で、世界の共通言語なんですよ。ザ観光スポット連れてってもネットとかで見すぎて、はいはい、それよりなんか地元の人が行くようなところで食べたり、はい、なんか遊んだりした方がスペシャル感がある。確かにね。お願いします。これ斉藤さんって、はい、いつこっちに来たんですか？あ、まあ、北海道紋別っていうところ出身ですね、うん、そこはすごい田舎の集落だったんですよ、うん、でそれで田舎が嫌いで、うん、高校中学卒業したんですが、高校で地元を離れて、うん、まあ、その後函館っていうところに行ったんですけれども、うん、その後はまあ東京にずっといまして、うん、外務省に入って、うん、でも東京と海外行ったり来たりの生活だったんですが、うん、でまあ、北海道に十数年ぶりに戻ってきたときに、北海道が持っているポテンシャルというのがありますが、その良さに大人になってから再発見したというところとして、5年前に北海道に戻ってきたんですね。5年前なんですか？はい。私もその20歳で上京して、いろいろ横浜に出る東京から北京に行ったんですけど、はい、それこそ去年のコロナの関係もあって帰ってきて、うん、なんか改めて、はい、北海道やばいなって思ったんですよ。だからなんかちょっと感覚的には共通するとこあるかなって思ったんですけ ど、そのポテンシャルに気づいたポイントってどこだったんですか？はい、まあ、やはりで子供の頃はやはりこの、まあ、一面が、ね、緑しかない田舎のところに住んでたら、それこそ都会的な楽しみとかも当たりないでしょう、うん、ネオンとかね、まあまあ、ですから閉塞感というかね、あの息の詰まる思いしかしなかったんだけど、うん、ニューヨークもロンドンもパリも世界のそうそうたる街にね、もちろん行ってますし、まあ、そういう新たな視点で見た時に、うん、北海道に着いた時点でそもそもここはもう外国に来たんじゃないかみたいな風景が広がってたりします、うん、まあ、住んでたら気づかない魅力です、うん、まあ風景もそうだし、食もそうだし、ホスピタリティもそうだし、そういうのがあると思いますけど、じゃあ何か点とかじゃなくて、もう空港降りてその景色とか空気とか全てがもうぴったりだったんですね、うん、ぴったりというか、まあ北海道出身だから、うん、いいなんだろうな、まあ大人になった目で、うん、再び見つめ直した時に、うん、あ、これはいいポイントだねっていうのが、うん、集まってた感じですかね。緑の色とかすごい違いますよ、ね。そうですね。海外とか行った時に、なんか今日来る時に高速、新しい高速で来たんですけど、はいはいはい、それこそさっき道の駅でアップルパイすごい好きなんですよ。あ、そうですか。なんか結構いろんなカフェとかのアップルパイとかインスタ映えしそうなやつとかあるじゃないですか、はいはい、単純に味がめちゃめちゃ美味しくて、うん、そういうバターとか、余市はリンゴの産地で、日本で一番最初にリンゴの商業栽培が始まったのが余市なんです。え、青森じゃないですか？青森はその後なんです。あ、じゃあ余市の果物で有名なのはまずリンゴなんですか？当初はリンゴで、今日華ウイスキーありますけれども、うん、その竹鶴さんって方がね、うん、日華ウイスキー設立しましたけど、それも場所に選んだ一つのポイントが、うん、リンゴがたくさん取れるから、でウイスキー作るまでって結構時間かかるじゃないですか、うん、その間、リンゴジュースを作って、まあ、キャッシュコーナーをする形で、で日華って大日本果樹っていう会社名なんですよ、略して日華です。あ、そうなんですか。ちっちゃい時に余市って言ったらさくらんぼのイメージがあったんですよ、はいはいはい、でそれこそさくらんぼ狩りとかもそうだし、佐藤錦とか、すごい美味しくて、なんかリンゴよりもそっちのイメージが強かったんですよね。普段、なんかまあ札幌だったら、それこそちょっと行ったらすすきのとか、まあ、なんかあるじゃないですか。余市で地元の人が休みの日に行く場所とかってどこなんですか？佐藤錦丸山公園っていうところなんですけれども、余市も丸山公園っていうのがあって、小高い丘になってまして、余市が一望できる場所で、まあ、芝生が整備されていて、まあ、非常にくつろげる場所になります、ね、ま
あ、そういうところですとか、あとは、まあ、ビーチ沿いをね、皆さん散歩されたりですとか、結構自然と触れ合うことができる街ですよ。なんか海外の友達とかが、それこそ中国の友達とか去年来た時に、あ、一昨年か、来た時に、なんかザ観光スポット連れてっても、なんかもうみんなネットとかで見すぎてて、はいはい、それよりなんかこう地元の人が行くようなところで食べたり、はい、なんか遊んだりした方がなんかスペシャル感がある。確かにね。例えば友達が心を開けて来た時とか、なんかどこ連れてったら喜ぶかなって思ってて、まあ、それこそ果物狩りとかは、うん、普段スーパーとかで買う果物が実際どういうところで育ってるのか、現地で体験したいところなんですから、まあ、桜の子狩りとかいいじゃないですかね。ワインが好きって聞いたんですけど、ワインってどういう時に飲むんですか？ワインですか？私はワインはもう日常的に薬みたいな感じ。薬赤ワインって薬ってなんかもう、まあ、ね、なんか美味しくないみたいなイメージ。適度な赤ワインって薬効果があるっておばあちゃんが言う。ああ、それ実際確かで、あのフレンチパラドックスって言うんですけど、あ、フランス人って結構あの油っぽい食事するじゃないですか。でも平均寿命はそんな短くないっていうか、結構健康に過ごされる方が多くて、その理由の一つとして赤ワインをたくさん消費すること。ああ、一種類だから。まあまあ両方ですけども、フレンチパラドックスっていう。パラドックスみたいな逆説的な意味でそういう単語があるじゃないですか。じゃあおばあちゃんとかさ、間違ってなかった？いや、間違ってない、正しいですね。はい、じゃあやっぱりこう今ヨイチとかってワインいっぱい出してるじゃないですか、はい、地元のワインとかもおすすめあったりするんですか？地元のワインも、はい、飲みますね。北海道って結構冷涼な涼しい地域なんですけれども、うんうん、その最近はピノノワールっていう、うんうんうん、世界でね、非常に人気な品種がありますけれども、うん、冷涼地域を好むブドウで、北海道はすごい地域的にピノノワールの産地としてはいいんじゃないかということで、非常に注目の集まる地域なんです、うん、で北海道のワイン非常にレベルが上がってきてて、うん、それこそうちのドメイン高彦っていう、ね、うん、あのワイナリードメインがありますけれども、うん、そこは日本最高のピノノワールが作られていて、デンマークのコペンハーゲンにノーマル世界ベストレストラン、何回もレストランがあるんですけれども、そこに唯一オンリストされている日本ワインがドメルタガヒコです。コペンハーゲン。コペンハーゲン。そのワイナリーが唯一の。そうなんですよ。来た。そうなんですね。で、まあ、非常にもう注目度も高くて、ワイン好きの方はみんな着目されてると。そのワインが好きな時からって何ですか？ワインって結局はあのすごい歴史の長い飲み物で、うん、紀元前からずっと作られてるんですけれども、うん、で世界の共通言語なんですよ。で私もともと外務省出身だから、まあ、普段から会食をするんですけど、うん、どの人にどのワイン出すかで出した時点でその人も、まあ、なるほど今日はこういうニュアンスなのねっていうのが通じるんですよ。そっか、コースとかだったらどのタイミングだし、その人がどの程度重要に思われてるかとか、言語じゃなくても伝わるニュアンスってのを持ってるわけも。めっちゃおしゃれですね。うん、だから、まあ、ワインを勉強しといた方がいいと思いますよ。普段から飲むワインの品種って何ですか？普段は、いやでも世界中のいろんなワインいますけれども、うん、その日の気分に合わせてとかですからね。まあこういう日、あの天気のいい日に外でバーベキューとかだったら、うん、もうちょっとカジュアルなね、ワインますし、まあ、気合の入ったフレンチとかだったらそれに合わせたものもありますし。え、じゃあ家にも結構あるんですか？家にも、まあ、たくさんありますけれども、いや一人で飲んでも一人つまんないから家では飲まないです。素人でも例えばそのワインを美味しく飲めるなんかポイント3点ぐらいあります？まあ、やはりですね、ワインは気分で飲むのが一番いいと思うから、誰と飲むかがいい、美味しく飲むポイントじゃないですか。ワイン自体を飲むときに、なんかこうしたらもっと美味しく感じるよみたいな。まあワインによっては、まあ、閉じてるって言いますけど、うん、その本来持ってるポテンシャルを発揮してない、まだ眠ってるワインがあるから、うん、それをきちんと飲み頃で飲むっていうことが大事ですけど、うん、まあその例えばバーベキューのワインとかの場合だったら、うん、まあ、カジュアルなワインが多いんですけれども、うん、そういうワインはもう開いてるワインだと思うんで、うん、まあ、そこはやはりどういう仲間
たちとどういう環境で飲むかによって味もね、美味しく感じることもありますから、そういう雰囲気になるかなというふうに思いますね。蝶々さんの中で一番こういう時に飲むワインすごい好きだわみたいなのありますか？例えば今日みたいな天気のいい日だったら、例えばですけどねあのビーチ沿いでなんかシーフードをつまみながら、ロゼとか言ってたらね、いいんじゃないかなって感じしますけどね。実際するんですか、そういうことは？実際、いや、一人でしないけど、ね、誰か一緒にいればね、しますけどね。ね、中華に合うワインもあるから、そこはもう、勉強して、いったらいいと思いますよ。結構コロナ禍で、その海に出れないくなったから、ワインの勉強してっていう方も結構増えてるみたいですし、私の周りにもいます。ソムリエの資格とか持ってるんですか？いや、持ってないですけど、難しく考えずに、楽しく、飲みながら覚えるっていうのがいいんじゃないですかね。どの年代が好きとかってあるんですか？この年代のワインで、去年飲んだワインで一番美味しく、素晴らしく感動したのが、ちょうど60歳、還暦を迎える方がいて、そのバースデーヴィンテージ、1961年にワインを開ける機会があって、それを飲んだら非常に感動しました。60年前なのに非常に若々しくて、非常に妖艶な感じがして、素晴らしい年の重ね方をしていたというワインで、もちろんね、早飲みの若いワインも好きですけども、時を経て、熟成したワインっていうのも、それはそれでその時が刻まれている感じがして、非常にいいと思いますが、そういうのを飲んだ瞬間感じるんですか？感じますよ、時を感じます。最近なんか感動したなとか、いいみたいな感情になってきてあります。またワインの話になっちゃうんですけど、最近感動したものとしては、北海道にフランスのモンティーユっていう名門のワイン醸造家がやってきて、それこそ北海道レーリオア地域でいいピノノワールができるということでフランスからやってきたんですけど、その人が作ったワインのファーストヴィンテージが出たんですよ。でそれを飲んでて、で別のワイン飲んでて、次何飲むかっていうので、そのワインがあったから開けて飲んだんですよ。そしたら非常に驚いて、そのワインの前に飲んでたワインが、そのフランスブルゴーニュの、ブルミエクリっていう畑のカズピエっていう畑のワインだったんですけれども、それを流れで飲んでたらそこのワインと同じぐらいのレベルだったから、これがまさか北海道で作られてるっていう感じに意味で驚いて、嬉しくて嬉しくてですね。で、ここまで北海道のワインが持ってるポテンシャルは素晴らしいのかっていうので、感動しました。ですが、その他にももう一つ、ミカさん、宮本ビーナというところのワインがあるんですけれども、そのワインも非常に感動でびっくりしたワインの一つで、ここ最近、北海道のワインには非常に驚かされているという感じで、地域としての魅力というポテンシャルはもう計り知れないものがあるんじゃないかなというふうに思ってます。それで、ワインっていうのはやはりそのマーケットが世界に広がってますから、言語が通じなくてもコミュニケーションできる、世界共通言語のワインだから、北海道でこのようなワインが作られているっていうことは非常に世界的にも注目が今後集まってくるんじゃないかっていうふうに思いますね。めっちゃいいですね。